今月の給料20万。給料問題ね、難しい。中抜けエグすぎない？なんかね。うちはただの弱小ゲイプロ。かかってるお金の大きさもさ、知るやん、うん、一緒に。だから、ああってなる。しょうがないことやし。そうそうそう。世の中、結局お金だって気づいたの。やめてやめて、現実じゃん。いろんな選択肢をあげるには、私がもっと売れて、もっとバシバシ稼がなきゃダメなんだよね。ちゃんとしたもんだ。双子の親ってなったらすごいお金かかりますもんね。まずその高いアイスをやめなさい。ほんまに間違いない。こういうとこ結構細かいよね。アイドルって月給100万くらい稼ぐものじゃないの？んなわけないだろ。夢見すぎ。夢だね。でも中学校ぐらいまでは思ってたな。まあ外から見たらいっぱいお金持ってそうに見えるけどね。ライブは物販が売れなきゃ余裕で赤字、そして衣装代は天引き。いやリアルだね。全く全員が持ち回りで肝臓を愛に捧げて。怖い。よくないよくない。待って待って、次いるパスだよね。怖い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 。ビーコマチだって売れてるグループなの。ねでもそういう子がね、山ほどいるんだよね。まあ売れるって難しいですもんね。このクソ運営、もっと営業かけろ。運営さんに言ったってしょうがないとこあんねんて。いや頑張ってるんだよ多分。アイドルグループって結局数十人が束になって、たった一人の芸能人と仕事を奪い合う業態なわけですよ。そうか。しかも今多いしな、アイドルさんも。こんなさ、大型の歌番組出れてるだけでだいぶ大きいよねな。戦いですもんね。個人の仕事がしたくてアイドル卒業したものの、一人じゃ仕事が取れず、六本木の高級飲食店でバイトしてたり、港区女子になってギャラ飲みで食いつなぐ元アイドルもめちゃくちゃいるじゃないですか。難しいところだよね。外ではキラキラ見えてるけど、芸能界ってのは一人でも戦える何かがないとやっていけないところなの。今なんか歌うまい人なんかいくらでもいるし、当たり前やもんな。もうファンの人が見てもああそうなんかってなるけど、アイドル側から見てもすごい考えさせられる。アイドルとして優等生なだけじゃダメなのよ。現実や。現実やな。マルチにできないと意味がないですもんね。病み上がりなんだから無理しちゃねえよ。優しい、ね、なんかよかった、メンバー優しくて優しい。すごいあの子供にしゃべりかけてるみたいな感じだね。お腹めっちゃ減ってて。メンバーにも言ってないんだね。メンバーにも嘘をつくんだね。気分乗らないな、エゴサしよう。メンバーにしてりゃ絶対エゴサ結構、うん、おるな、パトロールメンバーな。うん、あるよね。痛いとこついてくるね。痛いとこつくな。あ、女が。抽選でしか当たらないやつ。最善も最善やな。ちょっと大丈夫。3人のユニットみたいなのあるかな。この曲いい曲ですよね。すごい鳥肌立った。すごいな。コール聞こえた時のあれが違うよな。上がる感じがこっちも。いいよ。いつも一番喜んでもらえる笑顔をやってる。プロだね。意外とライブしながらっていろいろ考えますからね。なんであの赤ん坊おたげ売ってるぞ。やっちゃった。待ちかほんの。待ちかほんの。1万リツイート、めっちゃ目立ってるじゃん。バズっちゃった。すぐバズってる。あ、いやバズってるやん。え、拡散されてる。あ、やばいね。覚えちゃったぞ。うま、もっと強くなった。アイちゃん、アイドルをママ呼ばわりして甘えるヤバいファンを見事に体現していた。マネージャーが子連れで現場にね。あ、怒られるかな。あれ怖い。働き方改革ってやつか。いい人でよかった。ああ、よかった。いい人やん。いや、待って。マジ、この人も天然なの？我々赤ん坊ですが、そのような粗相はしないよう努めますので。すごい喋る。粗相？サラリーマン？なあ、サラリーマンよ。喋り方が大人になってるから。顔は抜群に
運が良ければ生き残るだろう。でも運もいるよな。実力はないけど運も絶対いる、うん、まあ、顔がいいだけじゃダメですもんね。最後に新人役者、ここに演技力なんて期待してない。めっちゃ難しい話さ、赤ちゃんにしてや、ほんまにな。この現場にいる新人全員の中で誰か一人でも生き残りゃ大成功。すごい戦い、厳しい世界だな。ここではたった一人、カメラに可愛く思ってもらえばいい。すごいな、アイドルすぎ。なるほどね、アイドル特有だね。安心ちょびっとじゃん。カットされすぎ。ほぼカットみたいな。カットされてるやん。カットか。主演の女優は事務所が可愛すぎる演技派女優って売り出してる子だ。あ、うん、なるほどね。難しい、それは。ここはアートじゃなくビジネスの場だ。重い言葉やけど、ほんまに今刺さるような自分らも、なんか、うん、あーって闇だね。ビジネスか、ビジネス。さあ、俺はどっちに見える？どっちやろな、分からんぞ。ここは低予算の現場ですよ、っと。低予算なんかい。ジジイは若者に砕けた態度取られるのをなぜか喜ぶ傾向にあるからやめてやめて、現実主義じゃん。遊びに来てるんなら帰りなさい。しっかりしてる子も来た。子役怒ってるよ。急走舐める天才子役全然違うやん。かなりの間違いよ。全然違うじゃん。分かってる、相手はガキだ、殺しはしない。怒ってる怒ってる、バチバチや。落ち着いて。ようこそお客さん、歓迎します。重曹の子、重曹の子。あ、すごいすごい。けど求められてるのそれじゃないよな。すごいな、てかめっちゃ見入っちゃう。めっちゃ考える。この村に宿は一つしかありません。一度チェックインしてから村を散策するといいでしょう。監督が言いたいのは、つまり演じなくてもお前は十分気味が悪い。ではご案内します。聞くね、頭いい方がね勝つんだよね。すごいな、うん、あ、怖い怖い怖い、すごい引き込まれる。役ぴったりだったんだね。お願いだから次はもっと上手にやるから。あー泣きそう。わかる、めっちゃなんか、なんか今日急にな、そのご利用しで入ってきた子が真剣がゆえの悔しさ。悔しいね、うん、結局のところコミュ力だ。コミュ力、他の役者やスタッフに嫌われたら仕事なんてすぐなくなる。確かにそうやな。まあそうだよね。確かにアイドル現場とかでもやっぱ演者さんとどれだけ仲良くなれるかみたいなところ大事だなと思ってて。お前の演技、俺の想像にぴったりの演技だったぜ。優しいなほんまやな。考えさせられる。おおすごい、だけど言語化できない意図まで読み取ってくれる役者ってのは貴重。難しい。すげえ。歌も芝居も一緒やな、そこに関しては。あ、もういっぱい書いてある。ちゃんと細かい、ね、絶賛売り出し中のアイドルタレントというところだろうか。うわー、バラエティーな。なあ、ドッキリとかしてほしい。なあ、あ、ドッキリちゃんと、めっちゃいいじゃん。いいねいいな。そういや、お前って生まれ変わる前何してたの？ルビー開くほんまや。いいなんや。ルビー、ミラの場所じゃん。激務の日々に比べれば園児の毎日なんて違う今の風紀たちでも読めへんぐらい。読めへんな、ほんまに。絵本読んどきな。私ダンス下手だから。いつも部屋に閉じこもって遊んでたのか。きついな病院だったから。じゃあママも一緒にやろうっと。あら、ママも練習だね。あ、ママ来た。心強いね、一緒にできるのは。かわいい、かわいい。ママ、そこの振りちょっと変。でもファンの方が見つけれるよな、多分、うん、確かに。お、オタクやからちゃんとわかるんだよね。すごい分析力。いつも倒れてばかりで、なんかちょいちょいこの重い感じの挟んでくるな。いやいや、なんか悲しくなる。うーって。もうずっとその感覚があるから、うん、大丈夫だよ、ママを信じて。なあ、ママやな。わあ、いいお母さん。優しい母だ。あの光は全部網膜に焼き付いてる。やばい、泣きそう。真剣なオタクじゃん。もっともっと動け。ここまでの助けになってる愛ちゃんもすごい。あら、輝いてるよ。すごいじゃん。私も踊っていいんだ。すごい、今めっちゃ鳥肌立った。
輝いてる。将来はアイドルだな。うん。